堀マークが6番の鈴木号、今日は目標あり。残り2周で覚醒に中段から米村が先に切りまして先頭に来て、3番堀を受ける準備か、それともかけるかというところでしたが、堀浩輝が前に出ます。6番鈴木号と北日本勢主導権で米村恒成中段をキープ。1番覚醒は6番手になりました。4コーナーだ。先頭は3番堀浩輝、まだ流してのペース。2番米村恒成が好位置の中段3番手、1番覚醒陽介は後方の6番手になっています。まくります。2番米村恒成、2コーナー、しかし進まない。堀のかかり、そして鈴木剛が牽制で、その後ろから1番覚醒陽介まくっている。3番堀の逃げ、抗って米村恒成、牧武久、1番外から1番覚醒陽介が追い込んで、まとめて差し切って降臨。2着3番堀浩輝、3着に7番の牧武久か。